でしょうね。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。監視で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の国捜査に協力してもらっているもので元刑事とはいえ、銃の携帯などは許せるはずはなかった。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね。人号派です。人号派？何を言ってるんだ。人号派は特に壊滅したはずだ。いえ、公安部が半年前から内定していたところ、その残党がまだカムロ町に潜んでいることが分かったんです。確かな情報なのか。我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーは、その可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋社長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕する方法は。逮捕？これが公になっていた場合、元刑事のスキャンダルとしてマスコミの方のネタになるだろうが、つまり伊達の身柄を拘束する手続きは。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査1回と移行。リンゴ派の事件によっても同様だ。公安部も4課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね。はい、分かりました。以上。倉橋社長。分かっています。伊達さんのことは私の責任がある。今すぐ考えてみます。ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。そんなことは幹部の連中には分からない。ビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになったんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言すれば。よせ。刑事とはいえ、一般人である誠を使って国費捜査をしていたことは事実なんだ。他には誠が撃った銃弾が残ってる。俺の銃弾はもみ消されちまった。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか。おそらくそうだろう。とことん人工派の動きを受ける。だがこのままカムロ町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これはどうするんだ。大吾の居場所を探し当てて、そこから人工派を探ってみる。どうやって。こうなったらあいつを逮捕しかない。花屋か。何か掴んだら連絡する。何しにかはご挨拶だな、元ヘッド。工事？ヘッドだったあんたなら、何しに来たか分かるはずだぜ。岡野はどこだ？知らねえ。嘘つくんじゃねえよ。あんたが示した時期ヘッドだ。知らねえはずかねえ。知らねえもんが知らねえんだよ。そうか。だったら500万、きっちり払ってもらうぜ。なんで俺がそんな大金払うんだ？ずいぶん儲けてんだろ。レジの中にあるんじゃねえのか？俺の金じゃねえ、店の金だ！おい、舐めたこと言ってんだよ。チームバックレたやつは500万。あんたが決めたおきてじゃねえか。あんたが示したヘッドがバックレたんだ。責任取れっつってんだよ。あとでもう一度来る。それまでに金買おうか、どっちかを用意しておけよ。
一人で何ができる。元ヘッドだからって容赦しねえぞ。上等だ。かかってやれ。おい、ゆうや。この店は清掃がなっちゃいねえな。掃除するなら手伝うぜ。ゴミ掃除だ。切るぞ。ふざけやがって。まとめてやっちまえ。久しぶりだな、キリュウ。しかも次は堂々と高層ビルの中に設備を持つとは。まったくあんたがやることにはいつも驚かされるぜ。綺麗なお嬢さんだな。こう見えても府警四課の刑事だ。曽山薫さんだね。どうして私の名前を。高専在学中20歳で国家公務員に出発。新人からの推薦を受け、卒業後府警に準キャリアとして採用され、その後配属先を4回と移し、今年の7月最短の4年というキャリアを経て警部補へ昇格。同時に4課主任へと就任する。通称ヤクザマリの女だったかな。どうしてそれを。あんたたちがカムロ町に入ってからの動きは大体知ってる。その間にちょっと調べておいたのよ。さすがだな。まあな。じゃあ俺たちがここに来たわけも分かってるのか。ああ、大体差しばつく道島大吾の件だろ。そうだ、俺は大吾を誘拐した奴らに言われ天野ビルへと向かった。そうしたらあの騒動か。妙な事件に巻き込まれちまったな。伊達さんの話だと警視庁に証拠のビデオを提供したのはあなただと言ってたけど。確かに、だがあれは運が悪かった。映像の角度に伊達と和樹氏が映ってなかったんだ。それで伊達さんは容疑者になってしまった。そうだ、悪いことをした。どういう意味。もし俺が確認してたら、あんな情報量の少ない映像を証拠として提供しなかったってことだ。言い訳になっちまうが、あれは俺がいない間に警視庁に流れちまったのよ。つまりどういうことだ。どうやらネズミが入り込んだようなんだ。スパイってこと。まだはっきりは分からんが、例のここのビルの爆破も通常なら事前に察知できたはずなんだが、肝心の情報は全く俺のところに入ってこなかった。あなたの目を結んでモニタリングしている人物が何度もいるのね。ここは24時間体制でカムロ町の様子を監視している。だが当然俺がいない時間帯がある。その隙を突いて誰かが小細工したとしか考えられん。誰がネズミか見当がついてるのか。いや、ここで働いている連中は全員がサイの河原にいた古い付き合いの者ばかりだ。そう簡単に裏切るとは思えんのだな。ボス、例の男を発見しました。メインモニターにません。大門か。そうだ、あんたがここに来ると思って先に手を回していたのよ。場所を特定しろ。大変通りです。ビルはどうしたんだ。停電です。原因は。どうやら変電室に異常が起きたようです。非常用システムで対応します。このビルの電気は全て変電室から供給されているんだ。ボス、変電室に侵入者がいます。今封鎖に移します。何者だ。何人いるんだ。8人です。この部屋はどこにあるんだ。このビルの地下10階だが、退治してくれるのか。何としても大吾の居場所を知りたいからな。なんでお前がこんなことをしてんだ。わしが今、リュウジさんの下にいてまんで、直接オウミとは関係ありしまへん。
何？それで俺たちを妨害しようと。わけはよしまへんわ。ただ僕のヘンリストを壊してこいって命令を受けただけです。思い出したわ。1年前の事件後、近江の幹部リストから林って男の名前が消えたの。どこに行ったのかと思えば暴力団にいる人はね。我々もしかしてヤクザ狩りの女とか言われてる刑事なんでか。府警4課の佐山よ。おお、その間の人がヤクザ組織の元組長さんと一緒におることは意外でな。舐めたこと言わないで。あなたのしていることは住居不法侵入、器物破損、もしここで抵抗したら公務執行妨害、罪は重いわよ。脅せか。その間も命してたわしには通用せえ。なんだと。もう近江連合の林の男は死んだんじゃ。わしが龍二さんに喧嘩取らせる、そのためやったら刑務所からどうでも言っとるだけ。本気ってわけだ。さあ、これで電気を戻すよ。し、上に。ボス、システムが復旧します。よし、電源を入れろ。どうしまないもの、居場所を押せ。はい。ボス、どうしようか。いや、誰かにハッキングをかけられています。何者かがシステムに侵入して妨害しているんだ。これも交流会の仕事か。状況から考えるとおそらくそうだろう。これじゃ対応できん。代わって早く。なるほど。あいつすごい。さすがだな。さすが。なんだ、お前知らなかったのか。俺は狭山って女刑事の本職だ。本職？俺の調べたとこじゃ、奴は高専時代にプログラミングを極め、その技術が枯れて府警に入ったらしい。当時、生活安全部が新設したハイテク犯罪対策のエンジニアとしてな。ハイテク犯罪対策？ああ、つまりインターネット関連の犯罪を取り締まる内勤の捜査員ってことだ。佐山は国家に仕上がりの準キャリア、専門職として採用された、その道のエキスパートなのさ。じゃあ、あいつはなぜ4課に？配属後すぐに本人の強い希望があったらしい。最初から彼女の目標は4課に行くことだったんだろう。そこまでして4課に？まあ、俺が知ってるのは佐山の来歴だけだ。人の心の奥までは覗けねえからな。あとかなりやろうね。よし、行け。おお、大したもんだ。堂島大吾の居場所が分かりました。どうだ。太平通りにある桃源郷という店の一室です。桃源郷だと知ってる。一年前に行ったことがある。世話になったな。さっきの騒動で俺たちが居場所を突き止めたことが向こうに漏れてるかもしれん。わざわざ大吾をこの町に連れ込んだのも俺をおびき寄せるための罠に違いない。そう思っていた方がいいだろう。フレンデも気をつけろよ。ああ、元ヤクザに4課のデカ、不思議なコンビだ。その男を返してもらう。
こっちも遅くなって悪かったな。大丈夫か？大丈夫じゃねえ。死にそうだ。どうした？どっか怪我でもしたのか？そうじゃねえ。あらがりって死にそうなんだよ。それなら体の方は問題なさそうだな。